今日も皆さん、今回はマネージャガを紹介します。好きな数字を言って、その数字が得点になるゲームだよ。なんか大雑把なルールだな。ただし自分より小さい数字を言った人から11以上離れたら得点にならないよ。なるほど、チキンレースなんだな。しかし最初に抜け出た人が有利すぎるのでは？だから回を重ねるごとに数字の間隔を増やすよ。なるほど、逆転の可能性を上げてるんですね。シンプルなルールだね。勝負は全3回、1回ごとに数字の間隔が10ずつ増やすよ。それじゃ始めるよ。まずは戦術を考えないとな。今の間隔は10だ、10以内の数字なら確実に得点できる。だけどそれだと20、30と言われたら差が開きすぎる。もちろんギリギリを狙いたいが、どこまでいける？ 50 ぐらいか？あくまでギリギリを狙えば人数的に50ぐらいだろう。しかし、後半になれば数字の間隔が大きくなって逆転しやすい。なら、このタイミングで勝負に出るのは得策じゃない。25ぐらいの数字を書くか。じゃあみんな、数字を書いて、せーの。嘘だろ。ニトリの9は一体。こうすれば10を狙った20の人を落とせると思ったんだけど、キメちゃんが残ったね。得点を伸ばすのは後からでいいと思っただけですよ。しまった、こんな戦法があったとは。確かに、大体の人はキリのいい数字を答える。範囲の数字を1でも超えたら無得点だからな。1でもずらす価値はあるぜ。じゃあ次行こうか。次の数字の間隔は20以上でアウトだよ。やっちまったが、みんなの戦法がわかったな。霊夢はギリギリ狙い、キメちゃんは確実に得点、ニトリは相手のリタイア狙い。となると次は20付近の攻防になるな。4人中2人が低めの数字狙いだ、紛れが起こりにくい。とはいえキメちゃんとは10点も離れてる、ある程度高い数字にしないとな。待てよ、キメちゃんは20とは宣言しないんじゃないか？20と宣言した場合は私や霊夢が40を言う可能性がある。だとしたらおそらくキメちゃんは10を言う。なら私は。それじゃ、見せようか、せーの。おい、これって、やられましたね、連鎖しました。抜け駆けできたと思ったんだけどな。どういうことだ？いくらギリギリだってさっきの見たら小さめに宣言するだろ。もしかして。いやー、マリサとニトリが30宣言してくれて助かったよ。違うな、おそらく私狙いだ。キメちゃんをまくるために私はある程度大きい数字を言わなきゃならない。しかし、さっき私が考えたことが読まれていたとしたら、その数字足す20を言えばこのメンツならおそらくそれが最大得点だ。このゲームはチキンレースでもあるが、相手の宣言する数字を読む推理ゲームの側面もあるな。さて、それじゃ最後の宣言と行こうか。状況の整理をしよう。霊夢が50点、ニトリが39点、私が30点、キメちゃんが20点だ。もちろん、みんなの狙いは霊夢だ。霊夢の狙いはニトリだが、二人の差は11点、今回の数字の間隔は30だ。一見、あっさり逆転できそうだが実はそうじゃない。ニトリはあまり高い数字を宣言すると私とキメちゃんに逆転される。特にキメちゃんは霊夢と30点差だ、かなりギリギリの宣言をしなきゃならない。そしてその宣言が通れば、ニトリが霊夢にかけてもキメちゃんの逆転勝ちだ。つまり、霊夢は10あたりの宣言をすればいい。11点差を逆転したいニトリが20あたりを宣言するとそこを私とキメちゃんが狙う。ニトリは実質、もうトップになれない。となるとニトリは2着を狙うだろう。ニトリと私の点差は9点だ、私が逆転するには。じゃあ行こうか、せーの。霊夢さん以外は無得点ですね。誰も40は宣言しなかったか。まあ、勝つためにはこの宣言になるよな。結果は、私が60点で優勝だよ。おめでとう、それにしても楽しいなこれ。追加ルールで最低の数字を言った人は宣言した数字が失点になるルールとかもあるよ。なるほど、自分の点数を削って守るか、相手が宣言するギリギリを攻めるかの攻防があるんですね。今回はここまでだよ、バイバイ。